仲間の大切さを語るのは部長である私の役目だと思っていただけに、いやはや私も部長失格かななんて。ミオ、ごめん、ふざけたね。レナの境遇を察しなかったことを仲間として部長として恥じるよ。許してほしい。もちろんレナが私たちに相談しなかったことも許すよ。それは私たちが打ち明けるに至る存在じゃなかったってことだからね。その未熟さは私たちの責任だから、私はレナを責めない。レナは人殺しだよ。きっとみんなに迷惑かけるよ。夢とか幻とかじゃない。ましてや手遅れでも何でもない。レナにはまだ選べる選択肢が残ってるんだ。だから選べ。間に合う。来るんだ。あっ。